川崎の本屋さんへようこそ。本日は綺麗事一切なし、自分が成り上がるために他人を利用しろという話です。あなたは成長したいとか、もっといい生活がしたいとか、お金持ちになりたい、5000兆円欲しいとか、人のお金で焼肉が食べたいなんて思いませんか？僕は常に思っています。結論、自己利益のために人を利用してくださいっていうのが今回の動画のテーマです。いや何言ってるんだと、他人を利用するなんてとんでもない、みんなで仲良くやっていきましょうよって思ってる皆さん、ふざけるな。じゃあよくツイッターで見る人の金で焼肉が食べたいって、それ自己利益じゃないですか？何かを買ってもらう、仕事を手伝ってもらう、優しくしてもらう、話を聞いてもらう、それって十分人を利用してますよね。綺麗事言ってんじゃねえって話なわけです。ルフィだって人の都合を考えずゴリゴリ勧誘するでしょ。うっせえ、おめえは仲間だみたいな。いいか、来い来いみたいなね。そんな利用の仕方あるかよって話なわけじゃないですか。もっと言ってしまえば、みんな利用の試合ですよね。だって、究極言ってしまえば、メリットがあるから人っていうのは付き合うんです。例えば、一緒にいて落ち着くっていうメリットがあるから一緒にいるとか、同じ趣味があって楽しいから付き合いますよね。そりゃそうですよ。話してても気分が悪いとか、メリットないやつと一緒にいないでしょ。で、マウント取ってくるやつとかね、すぐ怒ってくるやつとか、嫌味を言ってくるやつとか、愚痴ってばかるやつとかね、陰口叩くやつとかも、孤独に一人でシューって思いません？ちょっと言い過ぎましたかね。ピー入れときます。嫌なやつでも付き合うなんて、もう長澤くんぐらいじゃないですかね。ピチキくん、君は本当に嫌なやつだねとか言いながら、結局一緒にいるでしょ、ね、そんな成人君子って世の中にいません。嫌なやつとは離れて、自分にメリットがある人と付き合えばいいんです。だからこそ、堂々と胸を張って人を利用する。僕の動画もそうです。普段、ためになるとか、奮い立たせるような動画をガンガン上げてますが、そういう動画を利用して、あなたが少しでも成長してくれればいいんです。それで、カズキの本屋さんの動画見て、結構私になりやがったんだよね、とか言ってもらえたら、まあ俺も嬉しいし、みたいな感じなわけじゃない。ウィンウィンじゃないですか。ね、たまに、僕は誰の力も借りずになりやがるとか言う人いますけど、無理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 。ちっぽけなね、力しか持ってないやつに限って自分でやりたがる。そんな力持ってたら、もうすでにいい結果残してます。一流の大学行って、一流の企業を務めて、さっさと独立して、イケメンとかね、美女と結婚して、いい家庭残してますよ。でも、そんなのできるのって、ごく一部じゃないですか。だったら、人の力を借りるしかないんですね。だって、フォロワー何万人の有名人だって、フォローを増やしたかったら、有名人と絡めとか、普通に言ってますからね。ちゃんと、結果を残してる人ってのは、そういうのを熟知してるんです。例えば、僕も、意識の高い人のところに身を置いて、自分もやらなきゃと鼓舞してますし、すごい人に近づいていって、絶対負けねえからなとか言ってて、闘志を燃やしたりとかしてます。反逆の稼ぎです。最近だったら体鍛えてムキムキにしてるんですけども、一人で筋トレして、ご飯ちゃんと調節してって、まあ大変ですよ。だから、ツイッターで発信したり、意識の高い仲間でメニュー共有し合って頑張ってます。すると、言わなきゃいけないから、ね、恥ずかしいから、変なお菓子とか食べちゃいけないな、とか、時間ないし、行かなくていい言い訳はいっぱいあるけども、ちゃんとジム行った方がいいな、とかって、強制力が働くんです。別に、直接何かを知ってもらわなくても、それって利用ですよね。ただ、僕は思うに、それは最高の関係です。だって、お互いがお互いにメリットがあって、利用し合って、成長していくって、ジャンプで言うところの最高のライバルですよ。スラムダンクで言うところのルカワと桜木みたいな、わかりにくい？デスノートで言うところのエルとライトみたいな、ちょっと敵対感が強いけど、それは。つまり何が言いたいかっていうと、レベルの高い環境に身を置いて、その人たちの目を使ってね、自分を成り上がらせてけっていうことなんですね。ちゃんと物事の本質を見えてない人は、この動画のサムネを見た瞬間、脊髄反射でね、人を利用するなんてってコメントしてくると思うのですが、もちろんそれを狙ってるんですけども、そういう話じゃ
ないんです。もちろん先輩や上司に気に入られて仕事振ってもらうってのも最高の利用ですよね。人をいい気持ちにさせて仕事をもらって最高のウィンウィンですよね。例えば他にもこの人は絶対呼べるなって人にこまめにツイートでコメントしたりとか、ね、YouTube でコメントしたり、本や CD 出したらサイン会に行って顔を覚えてもらってつながってなんていうのも変なわけです。てか逆にされる側はすごい励みになりますので、ぜひやった方がいいです。そういう利用の仕方はぜひしていてください。今回のことは人を搾取しろという話ではありません。てかむしろどちらかにしか利益がないのであればそれって続かないですよね。それは当然です。友達にいなくなります。じゃあなんでそもそも人のお金で焼肉が食べられるのか。それはあなたをご馳走する人が楽しい時間過ごせたりとか、一緒にいるだけで癒されるとか、あなたがすごい美貌を持っていたとしたら相手は喜んでお金を払うわけです。ババカツとかじゃないですけども、そんなもんでしょ。西野さんのサロンとかメンタリスト大吾さんのニコニコチャンネルに喜んでお金を払うのはあなたが自分に利益があるからじゃないですか。つまり他者に利益を与えられることが前提として人を利用しまくってください。例えば僕だったら普段意識の高い動画を上げてますから変にサボれないですよね。そうやって皆さんの力を利用してます。だからあなたもぜひですね、僕のことを利用していてください。動画を見て意識を高めるのもそうですし、最近でしたらツイッターで今月のみんなの目標掲げ、こまめにリツイートするから、みんなで刺激し合ってみんなで目標達成していこうっていうツイートしてるので、ぜひ興味のある方はそちらにコメントしていてください。それで、いや、和樹の本屋さんのツイッターのおかげで目標達成できたんだよね、ちょっとでも成功できたんだよねとか言ってみたら僕も嬉しいですし、またなんかしたくあげたくなっちゃうでしょ。そういう下心でもいいので人を気持ちよくさせて、どん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 利用して自分がより良い人生を歩むために、いろんな人がお互い利用し合ってのし上がっていけば、それは幸せな世界です。ただ何度も言いますが、搾取とは違うので注意してくださいね。一方的に求めてばかりではそれは続きません。友達も減ります。だからこそ与えることが自己利益になるシステムをもし可能であれば見つけていってください。例えば SNS、Twitter もそうですし、この YouTube もそうですよね。僕は皆さんから1円ももらってないけど自己利益になってるからありがてえって、こうやってやってる話です。って考えると YouTuber ってもしかしたら全員成人君主かもしれないですね。またちょっとそれは違うか。はい、というわけでね、今日は自分がのし上がるために他人を利用しろというお話です。といっても他者が利益が前提となることを意識して、自分が頑張れる環境を作ったりとか成り上がる手助けをしてもらってください。まあ、なんと言おうとね、やる人はやるし、やらない人はやらないですよね。行動して結果出してるけども、私はそんな汚いやり方はしないという人はですね、ぜひコメントなりツイッターで絡んでください。また、仕事や勉強で成果を出したいという人は、その動画をまだリンク貼っておきますので、ぜひそちら利用していってください。というわけで、普段僕はこういうあなたの背中を押すような動画とか、ためになる動画を毎日投稿しております。たまにふざけてるよね。チャンネル登録をしてガンガン利用していってのし上がっていってください。ツイッターでもモチベーション上がるツイートしてます。フォローしてどんどんリプライ送って利用していってください。ぜひですね、お互い利用し合い、成り上がって成功して幸せになっていきましょう。あなたの成功を心より応援しています。以上、和樹の本屋さんでした。